こんにちは。こんにちは。今回ですね、プロ野球チップストーク第2弾ということで、大好評につき、来ましたね。あの、食いなかったんだよね。事務所にあのポテチを置いてたんだけど。そうですね。一つもないですからね。一つもない。事務所に。一つもなくて。あれが食ったんや。このカードだけ残されてる。いいじゃん。はい。ということで、このカードですね、その、カードは残ってますんで、あとは一緒です。もう、それを出たら、で、その選手を選んで。そうですね、2枚入ってますよね。リソルトはい、いや、実際に言ったらね、語るという第2弾取っていいの。はい、じゃあお願いします。伊沢さん、第1弾はね、ノート選手。もう箱弱いね、これ。弱いですよ。そこが弱いんで一緒に今行ったかよろしいですか。お、来ました。はい、じゃあお願いします。さあ、はい、お、出ました、出ました。お、今回、おお、来ました。いい、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 もうタイムリーですよ、これ。ソフトバンクホークス上林選手、おおおめでとうございます。ちなみに、はい、選ばれなかった選手は、平川さんに選ばれなかった選手は誰ですか。そう、名前発表します。はい、ヤクルトスワローズ、はい、中尾光選手ですね。おーい、今年あの中継ぎで頑張ったよな。いやー、もう左ピッチャー、まあ、まあ今回はね、上林選手を語っていただきたい。お願いします。はい、大まかに分けたら3拍子揃ってる選手ですね。そうですね。やっぱこう打つ方も長打力もあり、はい、で足も速い、うん、で、肩は強い、はい、早球で言えばコントロールがいいよね。うん、タッチしやすいところに投げるというね、一つ素晴らしいところだし、はい、なんか、なあ、みんな知ってるわ。それをもう豊さんの口で、ね、行くっていうのは大事なんですか。やっぱ仙台出身かな。仙台行くやつね、まあ、東北の方じゃない、はい、なんかちょっとこもってる感じがするんだよね。パーンとしてない。柳田、はい、ね、まあ似てるような感じだけども、うん、だって、あ、こんにちはって言ったら、あ、こんにちは、元気ですかとか言って、そういう感じなんだけど、はい、なんかあんまり面識もないんで、話したことあるんだけど、はい、あ、こんにちはって、超おとなしいんだよ。あれが性格的にパンとちょっと弾けてくれると、もっと大きな選手になっていくかなっていう。なるほど。大体ね、一流プレーヤーっていうのは、そういうところがあるね。ちょっと弾けたら弾けるというか明るいというか、はい、少し暗めなんだよ。なんかそこが残念だなと思って、なんかちょっとファッとこうオーラが出るような感じになってくると素晴らしい選手になる。なるほどね。まあ、こっからまだまだ可能性ですね。可能性はね、若いですもんね。23ぐらい、そうだ、23ですね。まあ可能性はめちゃくちゃ秘めてる。だからもう本当将来トリプルスリー取れるかもしれない。なるほど。取ってもおかしくない選手かもしれない。いや、取れないと上林が努力しなかったっていう風に評価されるぐらいの器だった。ああ、ね、将来球界を立って。背負って球界を立ってんじゃない。球界を背負っていく選手でした。あとちょっと一個のね、はい、ちょっと発見してしまったんですけど、はい、上林選手、あの仙台育英校出身なんですけど、うん、出身はあの埼玉県です。埼玉県だけども、はい、一番多感な時じゃない。ああ、まあそうですね。多感な時を、うん、こうちょっと東北で、はい、まあ、東北で育つのは別に東北人が全部そうじゃない、ないっていうとは言い切れないよ、はい、言い切れないけども、なんかこう、内に秘めすぎというかさ、うん、もっとこう、もっと出してもいいよっていう。ただその、豊さんに対して緊張してたとか、いや、それいや、俺に緊張するしないでしょ、もう。いやしますよ。多分知らなかったと思う。どこの坊主やねん。お嬢さん来たぞ、みたいな。じゃあ、絶対挨拶しますよ、なおさら。お嬢さん。怒られてるな。こうやって挨拶して。怒ってもいいことないわ。一昨年か、はい、日本シリーズ外されて、うん、ね、悔しい思いをして、それをなんとか取り戻そうとして、ああいうこう内に秘めてうわっと出せるのがあるんだけども、来年は内にも秘めてもいいけども表にも出てくるような、そういうことを目指してほしいですね。頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、